はい、どうも皆様、イランカラフテダラダラプレイヤーのおじさんです。おっさんです。これ筋トレしてる格好みたいでしょ。これどうでもいいっすね。どうでもいいっすね。はい、ちょまた BGM 今聞いてたんだ。よし、うわびっくりした、音でか。はい、まあいいや。今日はちょっとなんかのんびりフェイトでもやろうかなと思ったんですけど、その前に昨日アップしたなんかプレステ4の踊ったらこったらっていうディスクがベロンって出てきちゃうみたいな、そんな動画を上げたんですけど、ちょっといろいろいくつかもうすでにコメントいただいたんで、ちょっと先にそれをシェアさせていただこうかなと思います。まずこれちょっと待ってね、ここからかな、待ってね。あ、これね、まずこれで、イランカラプテ、私のプレステ4と FF14 もディスクありですと。猫がプレステ4を触ってディスク出てFF14 が終わったことがありますと。はい、でね、この方がねちょっと面白い解決方法やってて、あ、これは斬新だなって思ったんですけど、ディスクが出てくるボタンだから、イジェクトボタン、あのセンサーになってるじゃないですか、そこにテープを貼ってるのでディスクは出ないようにしてますと。だからこれ斬新ですよね。だからセンサー異常とかでなければ、何かが間違えて触れてその異常をきたして、まあ誤認識っていうのかな、誤作動でディスクが出てくるっていう場合、なんかテープ貼っちゃえばこれは起きないと。これ斬新、これちょっと俺もやろうかな。マスキングテープとかだったらさ、別にベタベタしないし、何回でもほら貼って剥がせるやつとかも売ってるじゃないですか。それちょっと手かなと思って、まあ最近うちないんですけどね、これちょっとやってみようかなと思います、次なったら。でうちも犬いるんで、昔犬がねバーって走ってきて、そのプレステのとこにピッて触れて、犬の肉球とかでこれ反応するんだよね。本当にスマホとかもなんか犬の手ベチャって踏まれるとなんか認識するのよ、あれ。へーって思ってたんですけど、でまあそれでね、今うちは犬が届かないようなちょっと高い場所にプレステ4を置いてるんですけど、上げ底して、プレステ4にも上げ底してますけど、まあテーブル用意して、まあ、その上に前言った100均で買ってきたゴムみたいなやつを4箇所ひょいひょいひょいって、なんていうの、プレステ4の足みたいなところにそれを挟めて、こうちょっと高くして、まあ、置いてるんで犬はもう届かないんですけど、なるほどな、テープ貼るっていうのはこれは盲点でしたね。これちょっといいかもしんない。ありがとうございます、わざわざ本当に。で、イランカラフテ、自分も PS4 ですがディスク出てきたりとかの誤作動はないですねと。何が原因でなんでしょうかねっていう、ディスクレスは多分ユッケさんが言ってた通りでできると思われます。ディスク版のを消してダウンロード版かフリートライアルをインストールしてバージョンアップ、それでできた人がいるみたいですねと。ググったらプレイヤーさんのロドスト日記が出てきて、はあ、ロドスト日記で書いてる人いたんだ。あれ、俺なんかチラッと見たかもしれないな。手順が書いてありましたと。その方はダウンロード版を買い直してましたね。フリートライアルでもできるみたいです。要はディスク版をインストールしてしまったことによりディスクがないと起動できないみたいですと。うん、今度やってみようかな。でも時間が惜しいんですよね。エッタちゃんの声、少し高くなりました。すごい。これ、すいません、ありがとうございます。これ、マジで全部見てくれたんですね。はい、まずエッタちゃんの声はたまにちょっと人にね、自分以外にやってもらおうかなっていう考えもあったんですけど、今回はあれ僕がやってます。今回あれ僕がやってて、ボイスチェンジャーのフリーのその、チェンジャーっていうか、何、ライセンスじゃなくて、あれ、なんていうんだっけ、プラグインか、プラグインをちょっと使ってて、それでちょっと設定を変えて、一人旅のなんだっけな、口の悪いチョコボっていうのをやってるのも僕なんですけど、チョコボの声よりちょっと低いタイプにしました。その説明いらなかったですかね。はい、エタちゃんの今回の声は僕がやってます。はい、で、そうですね。これだから検索したら、そうですよね、ロドスト日記がもしかしたら出てくるかもしれないんで、ちょっとどなたの日記か分かんないですけど、ね、もしなんか日記書いてる方が、もし動画見てたら、僕書いてますって言っていただければ、ちょっと紹介させていただければ嬉しいなと思います。
はい、なんかできるみたいですね、いろいろある、まあ、ちょっと時間がかかっちゃうので大変かなと思うんですけど、はい、でわざわざ本当にありがとうございます。でこちらの方はちょっと待って、このアイコン見たことないな。はい、自分はストアからダウンロード版なんでこの現象はないんですけども、一つ分かることはダウンロード版とパッケージ版では読み込み速度にとんでもなく差があります。はあ、火曜日のイデルシャイヤに行くと、同じ PS4 なのにダウンロード版が交換所にたどり着くあたりにパッケージのテレポがあります。だってローディングの長さが半端ない。あ、じゃあその分とかもあれなのかな、もしかしたらハードディスクにインストールしないで、あの本当それこそ昔のプレスみたいな感じですよね。ディスクから読み込んで、多分だからなんていうのかな、こうディスクから読み込んでこうメモリ上でよっこらしょって処理してるっていう、そういう感じなのかな。あ、これは知らなかった。はあ、じゃあ一部もしかしたらインストールしてないっていうのがあるのかもしれないですね、ディスク版って。はあ、なるほどな、これは知らなかった。いやー、わざわざありがとうございます。そっかそっかそっか、なるほどですね。でもこれ本当読み込み速度が本当に変わるんだったらちょっとやる価値ありますよね。最悪あのもしね、あのディスクレスに完全にはならなかったとしてもちょっと快適に読み込みしてくれるんだったらいいですよね。へえ、なるほどな。はい、でこちらも、あ、これサブちゃんとかよくコメントいただく方ですよね。あのイランカラプテで、自分は最初のエオルゼやインストールからディスク版ですが、ディスクなしでプレイできてますよって。いや、ほんとそうなんですよ、こういう方もいるんですよね。なんか見てたらで、いろんな人に聞いたら、そのいやディスク版ですけど、あの普通にいやディスク入れなくても起動できましたよとかで、アーリーアクセスとかやってないんですよねっていう人もなんかいるらしいんですよ。あのだから要はそのプレステ4が発売されてから、プレステ4版のエオルゼアももう発売されてからで、アーリーアクセスとかその何あの早期予約とかそういうの何もなしで、あのほんとつい最近始めたんだけど、もうディスク版から普通にインストールしたら、もう次から別にディスクいらなかったよとかね。あとあれディスク入ってたと思ってイジェクトをしたら FF は起動できてたんだけど、あの別のゲーム入ってたとか、なんかねできる人もいるみたいなんですよね。だからちょっと分かんないんですよね、正確なそのこうするとディスクじゃないとダメっていうのがちょっと分かんなくて。いやー、謎ですよねこれ、不思議、すごい。はい、でこれ一応今回今のところ最後のコメントになります。いつも楽しく拝見させていただいてます。私の場合はディスク取り出しボタンのあたりにホコリが溜まると症状が発生する感じがします。あ、これ俺もそうなんですよ、これそうなんです。ホコリ溜まると本当にピースかパースかなるんですよ、プレス4が。だからあのね、昨日も言いましたけど、うちの嫁さん本当にこういう機械系は掃除しないんで、まあ、僕がやるんですけど、結構ね1週間、今ね2週間ぐらい放置してるんですけど、多分やばいですよこれ。サブチャンでホコリ取りとかやってみようかな。でも汚いからやめた本当に汚い今。じゃあなんかしちょっとうっすら白くなってる。じゃあ後で掃除します。はい、縦置きのクーリングファンを別で買ってつけましたが、効果微妙な感じですと。そうなんだ、なるほど。あ、でもそうですよね、縦置きにするとあの左右どっちかのあの吸気の穴が塞がれちゃうんですよね、あれね。一応穴はなんか開いてるらしいんですけど、ちょっと怖いですもんね。あ、だからそっか、クーリングファンだから、ファンがついてるやつを買ったってことですよねこれ。でも微妙な感じだったっていうことなんですかね。ハードディスク交換するときなどに外す、横置き時の表面の蓋をずっと外して使うと症状が発生しなくなりました。はあ、なるほど。体感だと蓋の裏などにホコリがつくと発生することが多い気がしますねと。ああ、どうなの、熱なのかな、熱なのか、もしくはやっぱりどっかのホコリ付着で誤作動してるかっていう感じなんですかね。これプレステ2の時よくありませんでした、あのハードディスク入れるとこパカッて開けたらホコリ切ったねみたいなのとか、あとプレステ3でもなんかあのどこだっけ、どっかなんかパカッて開くの、開く場所あるじゃないですか、ハードディスク交換の穴かな、パカッて開けたらすっげえ汚くて、いやそれ全部掃除したら結構快適に動いたとかねえ。これ多分防犯っていうか改造防止なんだろうけどね、プレステもあれですよね、できれば
まあ、僕結構そういう機械系が多少好きなんで、パソコンみたいにねパカって外せれば掃除しやすいんですけどね。ノートパソコンとかもそうなんですよね。あれ本当にあの薄っぺらい中に頑張ってこう熱対策を施してるので、ホコリとか怖いんですよね本当に。だからまあお掃除をちゃんとするっていう感じですかね。俺も後でちょっとあれだ、嫁さん帰ってくる前に掃除しとこう、プレス4ね。すげえ来たね、びっくりした今チラッと見て、うわーと思っちゃった。あ、いい感じで音楽変わりましたね。はい、そんな感じで、皆様コメント本当にどうもありがとうございました。またもしなんかご存知の方いたら、引き続きコメントしていただければ、何かかんか返すと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっとまあもう結構時間経っちゃいましたけど、何分経った、うわ11分経っちゃった。まあ、ちょこっとちょっとフェイトをやりながら、まあまた雑談をしようかなと思ってるんですけど、これ何これ、あ、採取と制作、あ、そうだよね、一緒なんだよね。今日、まあもう時計右上に見えてますけど、今日12月1日なんです。まあそれは出てないか、12月1日、2016年12月1日の、あ、カレンダー裏返そう、よし、12月か、12月ですよ、12月。もうだから今月が終わると今年が終わっちゃうわけですよ。でそしてね、来年の1月にはなんか3.5 が実装されるとか言われてるじゃないですか。で何、夏にはね 4.0 が出るわけですよ。で結構ね、おっさんやり残してることがあるんです。やり残してるっていうか、ほら 3.0 実装からちょっとあんまりやる時間なくなっちゃって、あとはほらこの前もそうですけど 3.4 のタイミングでねパソコンぶっ壊れたりとか、まあ 3.0 の周辺でもちょっと一回パソコンおかしくなってるんですけど去年のね冬とか、まあ、おかしくなってるんですけど、まあいろいろあってちょっとまあ若干飽きてた時期とかねあるんですよ。なんかちょっと FF 最近気分じゃねえなっていう期間がちょっと若干あったんですけど、いろいろね、いろいろ重なって、うん、なんかほらたまにいるでしょ、楽しくてやっぱストレス解消のためにゲームをプレイするっていうのもあるんですけど、なんかそのゲーム自体がストレスになってしまう時ってなんかあるじゃないですか、なんとなく。で僕にもやっぱそういう時ってあったんですよ。あるもんなんですよそういうのは。でそういう時にちょっとね、ログインしてもちょっとイライラするんだったらやんない方がいいかなと思って、まあ、ちょっと全然ゲームしてなかったっていう時期があったんですけど、まあ、そういうのでちょっとね、まあ、2.0 の時ほどやってないんですよねこの蒼天のシュガルドって、まあ、なのでいろいろやり残してることっていうかね、今になってちょっとあやりたいなとかっていうちょっと気になってるコンテンツとかもあるんですけど、まずはこれで特にこれは6個あるからいいや、このファイヤークリスタル、ウォータークリスタル、ライトニング、これ特にやばいよね、これ1個って。邪魔くせえの、これ。ほんと邪魔くさいの。だからこれをちょっと、集めようかなと。あ、ちょ、アジスラー、あと1個だからアジスラー行こうかな。これね、ちょっと、集めながら、ね、ちんたらちんたら、だら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 と、なんか喋ろうかなと思ってます。アジスラーってどこ？アジスラーどこ？アジスラー、アジスラー、これ？はい。はい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 、670ギルは高いから無料券使いますね。えだからさ、もう今年も終わりなんすよ、もうあと1ヶ月で、でクリスマスとか来るでしょ。あ、もうクリスマスなんていいことねえんだよ。うん、いやそれ言うとまたね、いやお前嫁さんいるだろうとか思われるかもしれないですけど、あのね、俺もともと幼稚園の頃ってちょっとキリスト系の幼稚園ぶち込まれてたんですよ。ぶち込まれてるっていう言い方悪いけど、あれねだったんで、まあ、どうしてもちょっとイエス様とかって言っちゃうんですけど、未だにあのね、なん、要はあれ生誕祭なんですよね、イエス様の、イエス様の生誕祭なんですよ。あ、詳しい話ははしょりますけど、で聖なる夜だとか言ってるでしょ。だからさ、俺からすると、別に、アベックが、アベックって今時言わないか。カップルがね、イチャイチャする日じゃないのよ。なんかね、聖なる夜に聖なることしてないでしょ、絶対。で、まあ、うちの嫁さんはいますけど、ね、でもクリスマスだからいるわけじゃなくて、常にいるからね。それはなんかだから、なんで俺特別なことしたことないんですよクリスマスって。俺そのなんかね、
嫌なんです、そういうのすごい嫌なの俺。なんかクリスマスだからとか、いやケーキぐらいは食べたくなりますけどね、なんかクリスマスだからどうのこうのとか、いや結婚記念日とかだったら俺いいんだけど、それはだって2人だけのものでしょ、だってそういうのは俺はお祝いしたい人なんですけど、バレンタインだからとかホワイトデーだから、いや経済的にはいいですよね、経済的にはいいですけど、なんか嫌なのよ何の話だって。だからどっちかっていうとね、あのクリスマスってさ、あのよくリア充爆発しろっていう運動が起きるじゃないですか、俺あっちの方が好き、あっちの方が好き、なんかわかる、なんかわかる。だから俺クリスマスとか家から出ないもん、出ない、ね、まあそんな話は置いといて、まあ、今年も終わるわけですよ。ほんでね、あれよあれ、来年 4.0 が来るわけじゃないですか。で新ジョブが追加されるとか、なんか噂もあるじゃないですか。どうなるのかなってちょっと思ってるんですけど、あの個人的にすごいお手軽ジョブが出てほしいなと思って、要はだから俺 DPS ってほんとできないんですよ。今俺動画でも DPS ってやんないじゃないですか、ほんとできないの。なんていうのかな、タンクもヒーラーもは下手くそなんですけど、いや昔はね、昔は評判良かったんですよ。ちょっと待った、タバコ消そう。昔はすごい評判良かったんですよ、まだ2.0 とか 2.1 ぐらいの時の、例えば極晩神とか、あの辺ね、あの辺の時はすごい評判良かったの。タイタン行ってもなんか、いやね、ユーケさんのタンク安定してるとか、いやゆめちゃん全然大丈夫硬いよとかね、タンク硬いよとかね、いろいろお褒めの言葉をちょこちょこいただいてたりしたんですよ。なんかヒラーやったら安定してるとか言われてた時代もあったんですけど、もう今は全然ダメさ、もう全然、スキル増えたじゃん、レベル60までになって、もうわけわかんない本当に。でだからまあこのね、ヒーラーとかタンクもヘボいんですけど、 DPS はもっとヘボい。昔いつだっけ、あれ IL まだ200とかぐらいの時に、文句で討滅、違う、なんだっけ、黙人討滅戦か、あれやったんですけど、まあ、それ見ていただけると、まあ、結構ヘボさがね分かるとは思うんですけど、もうね無理難しいよね本当に。なのでね、なんかこうなんちゅうのかな、4.0 でね追加されまあないと思うんですけど、結構お手軽な感じ、もっともっとお手軽な感じのが出てほしくて、要はもちろん極めようと思えばすごいね強いと思うんですよ。いや、なんて表現すればいい、なんていうのかな、その極めなくてもそこそこ DPS 出るよっていう、もっと上を目指したいんだったらいけるよ、もうまだもっといけるよっていうような。あ、出ちゃった、バゲーン、揃ったわ、あーよかった、出たわ。どうしよう、出ちゃった、6個になった。これあと、いやこれだよな問題は、ドラバニア雲海1個しかねえもん。ちょっとこれ先集めちゃおう。じゃあ定置、いや定置、いや今なら人いねえよな。でね、そのお手軽ジョブが欲しいんですよ要はそんなに頑張って極めなくても、まあ、そこそこ出るよと。あんまなんかその DPS チェックギリギリ通るぐらいの、まあ霊式とかはまあ別として、なんていうのかな、その4人 ID とかエキルエマースクエイだったらなんか気軽にも全然いけちゃうよって、まあ大体の人ね、今の DPS の仕様でも、まあ、結構気軽にポイっていけちゃうと思うんですけど、俺無理なのよ。だって俺が DPS 行ったら押せんだもん、討伐ほんと押せんだもん。なんだこの遅さっていう、なんかボス戦ですごいわかるの。あれこれいつも行ってる人だったらもうこれこのフェーズ来ないで終わってるよねみたいなさ、俺の場合なんかこれ長くねみたいなね、そういうのがあるんですよ DPS やるとね。僕が DPS やるとそういうことになるの。だからなんかこうもうちょっとこう気軽に DPS が出せるような感じで、極めたい人はもっと先のもっと上のスキル回しもできるよみたいなさ。だから2.0の頃の黒
結構ほらスキル回しがそこそこ簡単だったじゃないですか、まあ、だそこそこの DPS 出すんだったら。でも 3-0 になって結構あのえのきとかなんかいっぱいな、なあ30秒は無理だねこれね、ね、あのあったでしょ、あれになってもう俺わっきょうがなくなっちゃって、ダメさ、俺はダメさ、もうあの全然ダメさ、ついていけないんだあれ。だからさ、まあ、そういうのでね、ちょっとお手軽なジョブが出てくれればいいなってすごい思ってるんですけど、もしくはだよ、もう超支援ジョブ、まあ、これはねさすがに共感する人いないと思うんですけど、例えば自分の DPS90% 下がりますと、そのアビリティを使うと30秒間とか1分間とかもう自分の DPS が90秒下がっちゃうと、その代わりパーティーメンバーの DPS のその火力が20%30%上がるとかね。だからもうなんていうの、俺は DPS が足りないんだ、みんな頼んだみたいな、そういうやつ。さすがにでもそれちょっと CF とかだと使いづらいなっていうのはねちょっとありますけど、いや俺なんかあってほしいな。仲いいフレさんとかにさ、ごめんちょっと俺あの DPS 出さないからあとは頼んだみたいな感じで、俺の火力俺の筋肉はみんなに託したみたいな、そういうジョブ出てくんないかなってねえ、どんだけ人任せなんだっていう話になっちゃうけど、いやでもあってほしいな、ちょっとそういうのねえ。あとタンクもやっぱやね、いまだにこうちょっととっつきにくいっていう人も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですよ、タンクヒーラーも。だからなんかもう少しこう、いやでも今な、どうだろう、ヒーラー、まあ、タンクは俺もぶっちゃけよくわかんないでやってますけど、まあ前よりはお手軽になりましたよね。中盾とかディフェンダーとかグリッドスタンスのあのヘイトの上昇率もね修正されて結構上がるようになったじゃないですか。なのでね、まあ、前よりは結構あれですけど、まあね、でももうちょっとお手軽なのがあっても、まあ、でこれ以上お手軽にするとどうなるのかね。だからバトル関連結構変わるって言ってましたよね。だからね、どうなるのかね、ちょっとその辺は楽しみなんですけど。だからあの文句って構えいっぱいあるじゃないですか、あの火力は、まあ、大体皆さんグレーンしか使わない、もう俺は絶対グレーンしか使わないんだけど、で一応混合とか疾風とかあるでしょ、なんかあれの効果をなんかもうちょっと面白いものに変えて、本当にタンクがね、例えばほら俺みたいなタンクだとよく死ぬからね、平さんがどんなに回復してもあれバフ忘れてるとかっつって死んだりとかさ、たまにあこれミラプリじゃなかったみたいな、ガチ装備でちょっとアイエルやばかったとかね、まあ、それネタでよくやってそのまま忘れて敵に突っ込んじゃったりっていうことよくあるんですけど、あのパンツ一丁のミラプリだと思ったらやべえこれミラプリじゃねえやとかさ、まあたまにあるんですけど、そういう時とかやっぱりね、平さんがどんなに上手でもやっぱ俺死んじゃうわけですよ。その時にあのモンクさんがね、あのグレンの構えを、グレンじゃねえや、混合の構えとかを仮にだよやったら、あの火力がやっぱ下がるんだけど、タンクほどではないにしろちょっとヘイト管理ができて、てかね、あの火力はやっぱもちろん下がりますけど、まあヘイトがちょっとこう取りやすいとか、一時的にもうレイズ来て蘇生されるぐらいまでなら、あの文句タンクできるとかさ、なんかちょっとそういうのもあったらこうね、いろいろできる幅が広がるんじゃないかなとかね。だから例えば変則パーティー遊びやすいじゃないですか。あのタンクなしで、あの例えば何、文句しろとかでね、8人コンテンツ行ってみるとかさ、なんかね、これだって文句主役じゃん、次多分文句主役でしょ。あの金髪の姉ちゃんもなんか踊り子っぽいような気もしなくもないけど、文句っぽいじゃない、やっぱなんか殴り合っとったしさ、だからなんか文句ちょっとね活躍できてもいいんじゃないかなとかさ。でもあれなんだよね、龍騎士龍さんもさ HP 高いじゃないですか、龍さんって。あれだからもうちょっとね、なんか一時的に硫酸タンクができるようにっていうのもなんかあってくれたら面白いなって思うんですけどね。ちょっと やりたいなそれ。なんかだから、まあ、そういうジョブがね今後追加されるっていうのもまあ面白いとは思うんですけどね。
まあ、どうなることやら。まあさすがにないかそれは。なんかロールのなんかバランスぶっ壊れそうだしね。いやーでも絶対なんかちょっとそういうのやりたいな。まあよくやってたんですけどね、あの竜さんだらけでタイタンとかさ、楽しかったなあれ本当に。あとヒーラーだらけのクリスタルタワーとかさ、いやああいうの面白かったな。あと全員ほぼほぼ同じミラプリで闇の世界行くとかさ、あれ面白かった本当。とあるアイテムをねみんなで買ってそれミラプリして遊んでたらね、色も統一してさ遊んでたら夕方になったらなんかマーケットボードの価格10倍ぐらいになってたっていうね。俺めっちゃ言われたもん、あれっつって、なんかユッケが朝あんなことやったらなんかマーケットボードの相場おかしいことになってるけどみたいな。ありましたけどね、懐かしいな。来年のエオルゼアどうなるんだろうな。あそう、来年のエオルゼア大予想っていう、まあ、クイズ、あの今月やろうと思ってるんですけど、本当にコメントいただいた方とか、あのツイッターでわざわざ DM くれた方とか、あとアンケートフォームの方にもあの何件かちょっといただいてたんで、あのすいません本当にありがとうございました。あの結構数はそこそこな数になったので、あのまたやろうと思います。もしもやるまでに思いついたら、今週来週ぐらいにちょっとなんかそういうのやろうかなと思ってたんで、もしなんかまだありましたら、まあ、期間は終了しちゃってますけど、はい、まだ少しなら受け付けれると思うので、なんかありましたら、はい、お願いいたします。というわけで、まあ、時間も時間なんで、まあ、クリスタル1個しか出なかったですけど、まあ、うん、今回はこの辺で終わろう。いや、ちょっと待って、なんか俺この、なんだろう、なんかこれ、腹立つな。アビールくんちょっと、ねえ、ちょっと嫌だな。フライングマウント、何がいいかな。まあ、じゃあいいや、今日小ネタもなしで、じゃあちょっとこのまま終わります。はい、すいません、こんな感じでしたけども、ご視聴いただいてありがとうございました。ほいでは、普通に手振っとこう。ほいでは、したっけねー。I love better. I love